LMS2 から6から 2T 蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。車輪配置2から6から2のタンク機関車で、1934年から1938年までに139両が製造された。本形式は、ウィリアムスタニアにより、LMS2 から6から 2T 蒸気機関車をベースに設計された。 139台の本形式は LMS によって71から209の番号が付けられ1948年以降イギリス国鉄は4 7 1から209の番号を付け直した LMS は本機を出力分類で 3P に区分した6両はより大きな6バイトボイラー搭載に改造されたこの改造は1940年に169 1941年に163、1942年に148と203、1956年に4142と4167に対して実施された。本機は、各駅停車や、郊外の旅客列車、支線、勾配区間の補給など、様々な仕業についた。百五十九年十一月から百六十二年十二月に、廃車され、 大型ボイラーへの改造機は最後の一両が1962年9月に廃車された。保存されたものはなかった。ありがとうございます。